猫たちに招待されてここにやってきてくれたんですよね。ということはもちろんですけど、皆さんは猫好きですか？はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあせっかくなのでもう一度聞きます。私が皆さんに猫好きですかって聞くので、猫が好きな人は大きな声でニャー。本気ですよ。いいですか？じゃあまずは子どもたちと大人の女性の方いきましょう。元気よく可愛くお願いします。いいですか？それではいきましょう。子どもたちと女性の方、猫は好きですか？ご飯、おいしいですか？ご飯。
所ですね。いやいやいや、でもね、今日は絶対に丸をしてもらえる質問を準備…違うから次は絶対に丸をしてもらえる質問です。最後はね、究極の質問、私のことが好きかどうか聞いてみます。いい、こっちだよ。私のこと好き。お顔よく見てね。わかりました。もうね、バツボタン取り上げます。私のこと大好き。はい、押して、宮子。はい、私のこと好きだよね。はい、どうぞ。はい、押しました。ということで、猫の接客の記憶を披露したのはミックス宮子でした。どんどん行きましょう。次に座る道具、今度はこちら。この小さなボールを使って猫のハンティングを見ていきます。ハンティングは一瞬です。皆さん、よーく聞いてください。それでは早速チャレンジャーをご紹介しましょう。うーらー、さあ、やってきたの。そう、さ
私サボるので違う道具にしましょう。では丸太はやめて、次に使う道具、今度はこちら。おー、大きなボールが出てきたということは、なんと猫が玉乗りに挑戦です。玉乗りできるんですかね。じゃあボールここに置きましょう。いやでも、ラバちゃん帰っちゃったので、もう一回呼びます。皆さん、あの穴見ててください。呼びますよ。ラバー、ありがとう。はい、足音来てるでしょ。よく見ててね。穴ですよ。いきますよ。さっきの猫、来ました。大きくなりましたね。違う猫です。やってきたのは、エキゾチックロングヘア。お名前、夏目と言います。さて、今日はラバちゃんの代わりに夏目くんがやってきてくれました。ということは、この大きいボールで夏目が玉乗りに挑戦してくれるようです。皆さん、玉乗り、夏目くんの玉乗りは一度限りです。夏目のかっこいい姿は瞬き厳禁です。ご覧ください。さあ、どうですか皆さん、優雅な姿を見せてくれております。さあ、それでは少しずつ少しずつ集中力が高まってまいりました。お、よし、電気が上がってきました。さあ、イオネジも聞こえています。よし、大きい5年前は3倍。よし、私が分かる、少しずつ電気が上がってきています。そう、頑張って、大きい5年前は3倍。さあ、まだ、そう、頑張って、頑張る、スリスリが止まりません。さあ、行きますよ。よし、いい感じ、いい感じ。よし、この大きい5年前3倍。そう、頑張って、頑張って、いける、そう、夏目くんの玉乗り位置についてスタート。おめでとう。夏目さん、おめでとう。さあ、このぐらいではめげません。いきますよ、夏目、あと半分。できるでしょ、なっちゃん。そうそうそう、頑張って。あと半分頑張ってもらいます。さあ、またやる気を上げていきましょう。なっちゃん、なっちゃん、こっち。さあ、それでは、いけるか。よし、頑張って。さあ、よし、あと半分頑張ろう。皆さんに大きな拍手をもらうため、いきますよ。そう、よし、OK。自信のある猫が来ています。ということで、次に挑戦するのはこちら。この中央にある長い長い綱渡りに挑戦です。おっと、早速チャレンジャーが大きな樽から登場。若葉、やってきたのはロシアブルー。お名前は若葉と言います。それでは若葉ちゃんには自分でスタンバイをしてもらいましょう。そちらの緑の階段を一番上まで登ります。螺旋階段をしなやかな体つきで一番上まで登ったところです。若葉の綱渡りスタート。
紹介しましょう。まず一つ目にあるのがハードル。高さは30センチ50センチ、3倍目はなんと70センチ。猫にとっては目の前に高くそびえる壁、果たして飛び越えることはできるんでしょうか。次に来るのがあちらの大きな道具。あちらは横倒しにしたはしごです。このはしご、上下にジグザグにくぐっていきます。そして最後に待っているのはこの狭い狭い透明なトンネル。そして最後は大技にも挑戦です。大技が無事成功したら皆さん今日一番の大きな拍手をよろしくお願いします。さあ、それではステージの準備が整いました。早速演出をご紹介しましょう。はい、どうぞ。ラストに来た私のやってきたのはベンガル。名前はチャイと言います。さあ、それでは一つ一つ慎重に参ります。チャイの味に一個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 一アメリカンショートヘア。